あの私さっきナレーションをしてたんですけど、あのカミカミですごく申し訳ないなと思いましたけど、あのライブで挽回したいなと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。ではまず最初に INZ、 これはイミズの頭文字を取りました。そしてジップ、これは元気という意味が込められています。この2つを組み合わせて、私たちはイミズ発言機ユニットとしてイミズの魅力を届けています。はい、ありがとう。それではまず最初に自己紹介をします。はい、中学2年生のニナです。ニナ、thank you.
あの10周年ここに立たせてもらってるんですけど、本当にね先輩とかね社長とか美穂さん あのおかげでもあるのでね、あの感謝しながらね、あの頑張りたいと思います。ニナとねナズはねあと1年もおれんやね。もうあと1年もないね。そうアイムチップね、あの8月中3のありがとう、ありがとうね、あの8月に卒業だから、今12月17でしょ。で1,2,3,4,5,6,7,8 ちょうど8ヶ月であの卒業しちゃうからね、あのもしね卒業ライブ計画したら来てくれるよね。はい、ありがとうございます。卒業ライブも待ってます。あ、待ってます。まだ早いけど曲変える。じゃあ曲変えますか。え、おお、ありがとうございます。最後の曲は I'm Jim Rhythm です。イエーイ。この曲は I'm Jim Rhythm のデビュー曲なので、先輩たちが心を込めて歌ってくださったので、私たちも心を込めて大切に歌います。それでは聴いてください。